先日ですね、奥歯の方の歯を抜きまして、めっちゃ痛え、引っかかる、ここめっちゃ痛え、痛え、え、あ、違うんや、噛むんよ、なんか変わるじゃん、そう、変わってゴリゴリ噛んでしまうよね、はい、めっちゃ痛いな、これ。はい、というわけでちょっとここで私も告知をさせていただこうと思います。11月の3日に私の誕生日のカフェを、サブカルバーラピールの方で毎年恒例ね、やらせていただきます。ありがとうございます。詳細はツイッターのヘッダーじゃない、固定ツイートにここに貼ってます。あるわけないけどで、11月24日の土曜日にも私の生誕ライブをラピエールの方でさせていただきます。こちら今、ありがとうございます。こちらね、告知で出させていただいている演者さんとまだ返事をいただけてない人もまだポロポロといるので、随時更新していけたらいいなと思ってます。あと何があるんだ、わかんねえ。私ね、最近自分のね、そう、これね、最近自分のスケジュール管理ができなさすぎて誰か管理してほしいんです。ほんまに困った。 OK Google とか OK Google 私の予定みたいな感じできたらいいな。はい、というわけで私はこれから、1時間ぐらいかな、並行物販をさせていただきますので、もし遊びに来れるよっていう人がいたら遊びに来てください。本日はサナさん、お誕生日改めましておめでとうございます。いつまでも綺麗なサナさんでいてほしいです。ちょっとどこにいるかわかんない奥の方にいるね、綺麗だよね、サナさんね。私とは正反対ですね。チンチクリンのボーンじゃけんなチンチクリンのバーンじゃけん、毎年雑やろはい、というわけで本日ありがとうございました。センマチョでした。ありがとうございました。